えどういうことあっくんがなんで 本日は東京リベンジャーズ、えー、こっちを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。前回、竹<ス>道ね、過去に戻って、えー、清正くんと対決して流れになりました。まあ、そこで根性を見せていたところでね、くんが、ね、ナイフを取り出して、清正のことまさか刺すんじゃねっていうワンシーンもあったんですけども、その流れの中でね、えー、マイキーこと佐野万次郎、さらにはドラケン、この二人が登場してきまして、まあ、竹道のことをね寸前で助けてくれると。それによってね結局竹 ミッチって呼ばれるようになって、まあ、マイキーに、ね、気にに気入られれる流れになりました、えー、学校にも、ね、遊びに行こうみたいな形で、まあ、強引な誘われ方をしに来るわけなんですけども、まあ、そこでまたひなちゃんとねマイキーが会うことによって一悶着あってまさかのひなちゃんがマイキー殴るっていうね、まあ、ひなちゃんがそれがね東京卍会の、ね、トップだろうって知っていたところで多分あのひなちゃんっていう女性を殴っていたと思うんですけどもそんなひなちゃんの行動をタケミッチーがまた 守ろうとして、まあ、さらにドラケンにまでに、ね、タケミッチー好かれるっていう流れになり、まあ、ひなちゃんに関してもタケミッチーの口からいい女じゃん、大事にしろよみたいなことを言われて、もうこれで一応この佐野くんがマイキー側からね、ひなちゃんが狙われるっていう未来はないんじゃないかなっていう形になりました。そもそもこのマイキー、ドラケン二人をね、知っていけばいくほどね、まあ、ひなちゃんを狙うようなやつじゃなかったんじゃないかなと。ここでタケミッチーがマイキーに会う前のね、過去の中の未来のお話で。 でも多分この二人はそういうことしないんじゃないかなっていうねまだ前回の二、ね、人を見ただけなんですけども、まあ、そう思わせてくれるようなねなんか男気のあるところがあってじゃあどうしてねあの時あんな形でひなちゃんだったりねあの弟くんがね亡くなることになってしまったんだろうとタケメッチの口から前回ねギャンブルだったり詐欺だったり暴行だったり殺人だったり何でもありの集団だみたいな感じで東京マン次回のことを紹介されていたんですけど結局その原因っていうのは前回 ララストのラストトのに現れた見た目からしてもねマイキーと違ってかなり迫力があるね連れて歩いてるやつらもかなり悪そうなとこもあるしあいつが多分東京卍イの中で毒みたいな形になるんじゃないでしょうかということは逆を言えばタケミッチーはキサキを何とかして止めなきゃいけないマイキーと出会わせないようにしなきゃいけないっていう流れがあって前回マイキーからね一緒にみたいな話もあったんでまあこれゆくゆくタケミッチ 君も、まあ、東京マンジャー会の方に入って中で動くことによって、まあ、なんとかこのキサキとマイキーのねゆくゆく起こりうる未来を変えていこうってう流れになるんじゃないかなと、まあ、果たして今回はね一体どんな話になるのか、えー、また皆さんと一緒にね楽しく見ていきたいなというふうに思っておりますはいというわけで皆さんも録画したものもしくはビヨンドバンド使って一緒にお楽しみください簡単なごめんなさいまして本編スタートです さあシャーメンシャーメン懐かしいいやてか俺はいまだに使っちゃうわ画像送ってのこといまだにシャーメンっていう人いるんじゃないかなこの時代からさ携帯持ってた人たちは J フォンとかボーダフォンとかひなちゃんおい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 ああ注意しに行ったんだ 大丈夫かかなんだてめえとか言われちゃうあこの笑顔にやられるパターンかな、それとも。っ <laughs> そっちだねいや。もっとやばいやつだったら大変だよね。ひらちゃんのこの、なんていうか、男気というか、気概というか。いや、たけみっち大変だね。付き合っていくと、こういうの助けなきゃいけないこといっぱいあるんじゃないかな。あ、だからさ、過去に。 そう東京マニュアルのあのトラックがみたいな話あったじゃん。またひながなんかこのなていうか正義感を振りかざして実は揉めている部分があったとかっていう過去があったりするのかな。そんなことはないか。さすがにそれはないよね。だって直人くんがいろいろ調べてなたかたえた中でそういった情報は多分出てきてないんでしょ。 いや分からんけど、まあ、過去がもう直人君が知ってるところともう違うわけじゃん。直人が今警察になってタケミチに協力してるけど直人がまあヒナと一緒にってなってたところではもしかしたらねありえるよねヒナが東京卍会とちょっと関わってたっていうところもトラブルになってたみたいなさ今の様子がそれのなんかフラグなんじゃないかなって勝手に思っちゃったんだけどそれは気のせいかな。 もうそれとも前回のあのマイキーのこの流れから「まあ、ひなちゃんっていうのはこういう子なんですよ」っていうのを、まあ、とにかく今前面にただ押し出してきてるだけなのかないやわかんないもう前回ねあのマイキーに俺ひなちゃんさ気に入られて取られるんじゃないかみたいな予想もしてたけどさもうさっぱりわかんないひなちゃんがもうどういう立ち位置でこれからさ動いていくのかもうこの子が結構また引っ掛け回してくるんじゃないのか この流れはまあ悪気はないしいい子なんだろうけどね <laughs> まだあれだねそんなこと言っちゃうんだね気をつけないとうんまあどうせバレても信じてもらえないっていうかあれだけどね多分あけどそこらへんまたさ信じてくれる人出てくんのかな直人以外にも。 ま夢はもうひなちゃん助けようようんおいひなちゃんちでってことは直人も出てくるねこれきっとまあピンクじゃんちょっとほんと女子の部屋だね <laughs> そうこのアニメ意外と顔芸があるんだよ、ね、あひなのお母さん初めて出てきたねいい人そう 初めてだったんだよかったねでもその一言が聞けただけで安心じゃん <laughs> 俺ちょっと心配だけどねママの立場ならこんな金髪のさあらみたいに思うけどね理解あるお母さんなんだねんうんうんそこはそうかもうこっちにもう一回戻ってきてたとしても変わらないあれなんだね お父さん何なんだあーお父さんもそうだったんだはは <laughs> いえいえタケほんと口が滑りすぎやぞお前はねちょっとカーテンレールの上とか人形置くとことかとかわいいなうーんいやーただナは直人でちょっと何かありそうな気もすんだけどねそんなことないのかな タケミッチが信じすぎてる部分ないかなまたうーんまあ大人っぽくなったよねそれは当然だわやっぱこうなっちゃうのかな本当に戻ったらさ例えば会員今見てるさみんながさ30代くらいの人がさ高校生とか中学生戻ったらさ「周りから大人っぽくなったね」って言われるかな俺絶対言われる自信ないんだけど。 むしろどんどんまた精神的に退化しそうな気がするわうんいやいやいや今のスカートの中見えたんじゃない <laughs> そんな関係ない話してる場合じゃない話に集中しろ俺ああいいね青春だねこのマンションとかに住んでる人の特権ってやつねあるよねいやーこんな子を守んなきゃ こんないいい子はいやーこの世界に必要やでこんな子 <laughs> いやいやこの時代にもうあったかこんな技術まああったか2005年くらいならうん,うん頑張っちゃえもう付き合ってるわけだしねおい結構躊躇なく言ったね 違う人の手ってパターンないだろうねまさかねえ,ねえねえねねないそれ握り間違いしてるみたいなほらいや、てかそれナオトかよえっナオトだと思わなかったなんでいるのよ <laughs> あやばい戻っちゃうんじゃないあれ戻らない いや、戻るね、この流れ。はいはい、<laughs> そんな形で戻っちゃうなんて。いや、だめだって。もう一回今すぐ逃げればいいんじゃないねえ。今逃げればまた花火の続きに行けるんじゃないか <laughs> かわいそう。い <laughs> やい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 や。うーん。 ああそのやり方がねタイムリープの方法がねいや違うんだよお前が <laughs> いやもういやいやどうもういやいやもうそれはも、ま、う、あ、怒られるのは分かるけどさおっうん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 それ前回も言ってたよねけどうん あーなるほどね過去で時間が経過して日付が経った分もまたこっちで過ぎちゃうんだねえっそれは危険それはあんま長時間行くの危険じゃない体力的にさ立てなくなったりうん3日くらいが限度でしょ いやこほんと直人の管理がちゃんとしてないと48時間とか強制的に決めてもう期限が来たら直人がさ寝てる竹道の手を取るとかした方がいいんじゃないかなえ何いやちょっと待ってそれはいくらなんでもいや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 うーん これちょっと大変だないやあ直人の知ってるマイキーとタケミッチの知ってるナオマイキーのあれでは差があるよねうーんけどもうここでマイキーとのあれがあるはずだから会えるんじゃない面識があるというかこの戻ってきた時点で。 今こうやってマイキーに会って戻ってきてこうやってナオトがここにいてこうやってマイキー殺そうよみたいなこと言ってんだからナオトがそんなに変わってないんだねまだ未来はひなちゃんが助かるっていうのは予想してなかったけどこれで戻ってけこっちにまた多少変化あるかなと思ったけど何も変わってないのかなうーん 言えよ <laughs> そこ言えよ持ち上げろや <laughs> いやいいじゃん頑張ってんだから一週間も寝たきりだったんでしょで帰ってきてまたこれやんのあいやだからマイキー関わってないから尻尾をつかめないんじゃないかなうんなんだあれ ちょっと待って。あっくんあれじゃん。前回ちょっと危なかしかった子。え、仲間、一番仲間思いでみたいな話してたよね。えちょ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 これあれじゃん。刺してた流れのあれもあえ うん、てかなんで直人がする直人もあれなんだねあれそこら辺あれだったっけ情報としてあったっけタケミッチみたいに直人も記憶のあれがあるんだねいやーてかなんでいるのあっくんがまた幹部にうーん いや会ってくれるんじゃない竹道ならあっくんに <laughs> いや汚かったよねしかもまた1週間帰ってないんでしょもう大変なことになってるよいや絶対こうなるよねやばいやもう絶対入れない,いや俺も入れないもう下手な病気よりここの方がやべえだろう えー、キノコみたいに開いてるけど滝道マルヒノートなんだそれ何が入ってんのよいやいやこれ結構大事なノートなんじゃないこれからうんうんあったあった,あった変わってないかなそこね つ繋がればいいけどねいやここら辺やっぱなんとかしなきゃいけない面々だったねやっぱ悪友4人組だからこの滝道が逃げ出した後どうなってたかだよね残された4人が。 そこら辺を知りたいよねまた。って言ってたからこその今この表情なんだろうけど多分なんかありそうだなうんーけど会ってくれるんだねすごくない <laughs> うーんそうなっててほしいなー いやなんか言われんじゃないお前何でいなくなっちまったんだよみたいなことけど一応誰か奴隷生活はもうなくなってたはずだからこっちではいやどうなるんだろうねここで会ったらまたでこっちの世界での竹道はどういう動きをしてたことになってるんだいまいちわかんねえないやなんか一番奥になんか違うのがいるぞ一人ねえ 一人ってか手前から可愛くて奥に行くとあれだねしかもダンディー T シャツって <laughs> おいそんなこと言うとボコボコにされちゃうじゃん社長にいやもう変わり身の速さ最初に言ったじゃんね いいやいや君も,もうちょっとっちのことを敬ってあげて緊張してんのかな場に飲まれてるうん響き <laughs> 偉くなってるって言ってもさ裏の道ででしょあら来た来た来たええー ちょっといやもう完全にやばいやつじゃんいやリーゼントどころかもう超ゲッソリしてるしいやーええー、いやもしこうやって友達に会ってこんなんなってたらなんとかしてあげたいって思うよなやっぱ。 いやー余計なお世話かもしれないけどここにいちゃダメだよって思うよね友達ならだってもうめっちゃ入ってるじゃんあれかなもう直人のこと警察って分かってるのかな卍会だってあれでしょういろいろ自分たちマークしてるさ警察とかさチェックしてたりすんじゃないいやーちょっと変わりすぎてびっくりだわ あ大丈夫かなこの元気が逆に怖いんだけど空元気みたいな相当やばい境遇なんじゃない元気そうには見えなかったよ俺いやーこれだけでもワックにとっては良かったかもね来てくれてタケミッチが。 いやだからそこら辺の過去の改変どうなってんだろうね戻ってきた時にまたあれなのかな多少変わったあれが入ってきてるのかな竹道の中にはいやちょっとよく考えてから物言った方がいいんじゃないだってその金の稼ぎ方分かってて言ってる竹道はやっぱ分かってたわそこら辺ね うーんいやうんーだからやっぱやっぱそうなんだ調べ尽くしてるんだようん ここね、さっきのねはい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 だからさっきしてきたばっかだよねッ道からしたらあるしえっどういうことあっくんがなんでえー、いや俺直とかと思ったうん 助けたのが直だだったんだねあーそういうことになってんだこっちではちょっとちょっとちょっとえっあっかんやばっなすごいこの子まあ0秒で入れもう一気に助けたみたいな感じなんだろうね だから何とかしてほしいんだよきっとこれアっくんは助けてほしいんだよ今の状況からいやまさか本当にここで出てきちゃうなんてタイムリープわかるやつがしかもこっち側で出てくるとうーんもう若い頃のアっくん全然違ういやお前なんで落としたのそ,うそこなんでなんで なんで落としたのよ教えてうん何とかしてあげてほしいああやっぱあいつだもうあいつどうにかしないとねうーん だからやっぱ東京まんじゅう今仕切っちゃってるのがきっさきなんだねそこら辺でに全然見る興味もないというかどうにもできないからマイケル鍵を潜めてんだろうなやべえやつなんだないやそこやっぱなんとかしてこないとね過去でどうすればいいの殺すわけにいかないでしょいくらなんでもん ドラケンって死んでんの <laughs> えっいやあの人だっていい人だったじゃん筋が通っててえっちょっと待ってあっくんこれ死ぬんじゃないこれいろいろ語った後やばいやばいやばいいいやほらやっぱみんな助ける流れになったこれ。 絶対そうなると思ったんだ友達も危なっかしそうだなーってでそこら辺を理解しててかそう信じて死んじゃうんだろうな助けよう助けようもうこんなふうにさせないでいやーええー、けどこれはつらーいやば いやいやいやとんでもねえ展開きたぞいやーこうなってくると逆にあと残りのさ人もどうしてるか気になってくるわ誠とかうーんいやーええー、これはもう戻ろうよ早く。 ね辛すぎるって主人公には背負ってるあれが重すぎるよーって誰だんこれ誰だ今の誰何者だろうなんか話聞かれちゃったふうな感じがするんだけどあれキサキかなあれがキサキだとしてもし話聞かれてたんだとしたらやばくない もしくはキサキの手下とかにさ竹道ってやつが過去に戻れるらしいっすよみたいになったら下手にバカなやつらだから信じそうじゃんそういううん頑張ろうぜもうみんな助けよう ここれれで直人もマイキーのことはあなななななんんんじじゃゃいそ言わくるやっぱキサキだったキサキだったいやーちょっと大変なことになってきたよねすげえ物語動くじゃんここに来て。てかささっきも何回か言ってんだけどこ,のこっちにもう一回戻ってきた時のさそのこれまでのさちょっと変えてきた中でさ変わった分岐点みたいな記憶とかっていうの竹道とかあれナオトの中には あるのかな直人はなんかだってあっくんがさ普通に当番の幹部にいてみたいなだって死んだはずのみたいなだから竹道みたいにいろんな標高を持ってるってことだよね直人もね。でマイキーとだから竹道が前回会って面識を持って、まあ、たまたま花火大会で手握っちゃったから戻ってきたって流れの時には全く未来は。 変わっってなかったんだねその東京卍会とかでっかい方の話のとこではただ中の中の中のメンツにあっくんが入ってきちゃったりっていう部分の変化が起きててあっくんがむしろそのせいで今回死んじゃったって流れだねんからヒナを助けようとして滝道が動いたことによって、まあ、今までだったら死ぬ予定になかった人が死んじゃったみたいなことなんだよねまあ、けど ここで死ぬ前のあっちでも結局あっくんは捕まってたわけじゃん。あの、清正くん刺してみたいな。 だからもう本当にその悪友たなんとかしてあげないとあとは誠拓也山岸かここら辺もねちょっと気になってくるところだよねでさらにはドラケン亡くなってるからドラケンも助けますもちろんマイキーも助けなきゃいけないでしょう卍会の中でもマイキーとドラケンが幅を利かせてキサキなんかに乗っ取られない強固な体制に持っていくっていう流れがベストなんじゃないかな多分キサキとマイキーが合わないっていうね未来はないと思うんだ どううしててもそここはくっっついちゃうところがあってだから、漫字会に入っちゃうのは仕方ないとしても、そのジカ会の中での動きを封じ込めるみたいな、そういう流れになるんじゃないかな。面白い、めっちゃ面白いね、これもね。頭の結構使ってきそうな作品だけども。はい、というわけでね、今回、東京リベンジャーズにさせていただいたんですけども、<laughs> え皆さん、今週のエピソードや質感想だったらり、僕のエピソーに対するコメントなどお待ちしております。以上、ドコブ突がお受けしました。バイ。